松野さん、カンフーいいでしょ。イップマンシリーズ、感動ですよね。なんかね、日本人向けに作ってるというよりも、もうね、世界皆さんにお届けするような作品に仕上がってますよね。これはね、おそらくね、西洋の映画とか、ハリウッドとか、日本の映画とか、邦画とかね、薬剤画とか、これを全部見た上で監督が作り込んでいるんだと思います。やっぱりね、30年前とか40年前の私たちが幼い頃見た映画ってのは、もう完全に中国の技術で作ったものですけども、今はね、すごいスペシャリストが入ってきて、高い技術ともう有り余る予算で作れる映画っていうのはもうね、香港とかに偏ったんではないかなと思うぐらいなんですよ。だからこの極東ハリウッドっていう言い方がありましたけどね、昔。今完全にハリウッドはそのアジアの方にシフトしてるんではなかろうかと。いやいや、もうね、国境はないんじゃないかなと思いますよね。その中で今日はね、アマゾンプライムに新少林寺がありますので、これ1年以上掲載されてるんでね、ご覧いただきたいと思います。ちょっとこちらです。はい、アマゾンプライム。もう私ね、ずっと何回も見てるんで、もう一度見るに上がってくるんですけどね。まあ、結婚できない男も面白いに見てるんですけども、カンフージャングルもなかなか見どころがありますよ。未来の未来もこの前見たんですけども、なかなかね、面白かったですね。まあ、でも新少林寺をまず見てほしいなと思います。ちょっとクリックします。これは無料吹き替え版がありますんで、ご覧いただきたいんですよね。いや、これほんとすごいですよ。2時間11分あるんですけども、いつもね、あっという間に見終わっちゃうんですよ。何回見てもね、いいなと思うものばかりですね。はい、ということでね、新少林寺もカンフーの冴え渡りもすごいんですけども、ストーリーの流れとかね、それから人物像、一人一人の登場人物が本当にね、個性的で光ってるなと思います。また争いの虚しさと、そこに執着心を捨てて、まあなんか善に生きるっていうんですかね。もともとはこの主人公、最後にね、まあ、お亡くなりになっちゃうんですけども、この主人公も将軍だったわけですよ。その将軍の地位を捨てて、家族とも別れ、仏門に入るというところがね、まあ、なんか杜氏らしいなというところでございます。まあ、またね、イップマン、カンフー動画送りますんで、ご覧ください。じゃあ、松潤さん、また会いましょう。